すぎた前髪をなでる。あの頃全てを包み微笑んでた。あの人みたいな優しさで満開の桜花、にぎやかに春の小倉城、夏の祭り林、思い出一つ一つの季節にあなた、あふれるほろほろ涙、思い出一つ一つ新曲いかがでしたか。新曲の、ね、この町がくれたものって言って、あの北九州のね、さくらがやっぱ北九州のご当地アイドルとして頑張ったわけですから、北九州のこう地名をたくさん散りばめて、ちょっと北九州に媚び売ってみた感じの歌ですけどもね。はい、それではね、寂しいですけども、ここからはさくらちゃんのみんなそう思ってるよ。では行きたいと思います。今から卒業セレモニーを開始いたします。はい、はい、じゃあ、続いてリンカから、ね、メンバーからお手紙を。お母さん見てください、アイドルの手。
あれ誰も手紙を持っていない。手紙書いてきたよね、はい、あ、じゃあ裏でちょっとあ、さっきね、アンコール見よったもんね、はい、ねえ、どうよ、あ、僕持ちますね、はい、嬉しいね、はい、はい、お、いや、本当に嬉しいですね、なんかこう、仲間ともたくさんね、出会えたし、まあ、もちろんこうやってね、今日こうやって来てくださるファンの方ね、一番こう、支えてくれたと思うんですけど、さくらちゃん、綺麗だよありがとうございますね、白のドレスが似合っちゃってますね、このドレスを着るために、うん、私あの CD 販売の時から3キロ落としたんですよ、俺多分 CD 販売時から3キロから太ったからあなたが痩せれば俺が太ったからあでも本当ね、さくらはあの可愛くなったし綺麗になったなと本当に改めてまじまじと思いますけども、やっぱ相当努力したんでしょ、いろいろと、メイクは本当にもう死ぬほど努力しましたね、メイクも努力したし、最初さくら全然ステージで笑えてなくて、そう、本当に笑えなくて、あの笑顔の練習エピソード聞かせてくださいよ、あ、そう、あのデビューする前にお風呂の中であの箸加えたらこのニコっての口角上がるじゃないですか、その練習を多分15分ぐらい湯船に浸かりながらやっててすごい光景でしょうね、こんなね笑顔の練習とかもねして、今では最高に輝く笑顔を、ね、出せるようになりますけど、はい、 OK ですね、あのちょっと一つ先入れていいですか、ええ、すいません、あの文字に書き込む前にこっちで終わりました OK OK OK、 じゃあリンカからいいですか、はい、じゃあさくらちゃんの前に行って、はい、知りません頑張って読んでください、どうぞ、はい、どうぞ、さくらちゃんへ、初めてさくらちゃんを見るとき何この天使はって思いました、笑顔も可愛いし優しいしダンスも上手いし憧れていました、キレキレで見せ方も上手くて見るのに夢中になりました、初めてのレッスンのときさくらちゃんに会えると思いワクワクドキドキ、緊張して話しかけられなかった、デビューするときさくらちゃんと一緒にステージへ出れると思い嬉しかった、終わった後さくらちゃんが写真撮ろうと話しかけてくれた、嬉しすぎたあ、ちょっといい、リンカ日本人だよね、リンカがだった日本人だよね、あ、国籍みたい、沢村リンカだよねパパもママも日本人だよね、はい、どうぞ続けてください、ごめんなさい、そんなことを思い出しながらもさくらちゃんが今日卒業する小説みたいになったの、 なんだこれ、手紙だよね、ちょっとあの先生ここら辺なんかな、どうぞ、すいません、ごめんなさい、邪魔してごめんね、あっという間だったな、もっとさくらちゃんと一緒にライブしたい、短い間でしたが本当にお世話になりました、次会った時さくらちゃんに成長姿を見せたいです、さくらちゃん本当にお疲れ様です、さくらちゃん大好き、ありがとうございます、手紙を切れて渡してください、なんか多分ネジかなんかついてるんじゃないかなはい、一緒に過ごした時間は、まあ、3分、でもリンカレッスンは結構早くから来ちゃうんだよね、レッスン自体はコロナになる、あのコロナが流行する前から来てて、ね、5ヶ月ぐらい研究生というかレッスン生としてね頑張ってくれてデビューしたので、結構さくらともなんだかんだでね長い間教えていただいたと思いますけど、はい、じゃあ次ハノお願いします、手紙一番子供っぽいハノンらしい、そうハノンらしいのが一番、さくらちゃんへ、今日はいよいよ卒業ですね、とても寂しいです、さくらちゃんを初めて見たのは YouTube のライブ動画でした、その時にさくらちゃんハナはさくらちゃんに一目惚れして大好きになりました、そこからアイドリームに応募して大好きなさくらちゃんと一緒にダンスレッスンで会える、
で会えるなんて夢みたいでした。私とさくらちゃんが初めて会った日は2019年のジャイアントスタジアムでのライブでした。その時は緊張しすぎてずっと心臓がバクバクしてました。そんな時でも優しくさくらちゃんは花においでと言ってくれました。ますますさくらちゃんが大好きになりました。花の2回目のレッスンでやっとさくらちゃんと一緒にレッスンできてすごく幸せでした。花がダンスわからないとき、わかりやすく教えてくれたさくらちゃん大好きです。休憩中のとき、さくらちゃんとギューってしたことを今でもずっと忘れられない思い出です。そしていよいよ私とさくらちゃんのデビューのとき、緊張をほぐしてくれたり、アドバイスをくれたおかげで、初めてのライブがとても楽しかったです。さくらちゃんに初めて遊ぼうって言われたとき、嬉しすぎてさくらちゃんと楽しむぞと思って気合が入りました。遊んだ時のさくらちゃん、もちろん可愛くて優しかったです。さくらちゃんと初のプリクラ、緊張しすぎて、でもさくらちゃんの笑顔を見たら緊張が飛んでとても楽しかったです。そしてさくらちゃんの生誕祭の時、さくらちゃんのドレスがとても可愛かったです。一緒にチェキ撮ったのも忘れられません。そんな楽しい時間があっという間で、さくらちゃんが卒業すると聞いてとても悲しいです。今でも信じられません。でもまた会える、そう思ったら笑顔になれます。最後に、さくらちゃんはハノンの憧れの先輩でした。でもダンスも上手で、いつかさくらちゃんみたいになれるように頑張ります。これからもずっと大好きです。ハノンより。ありがとう。長編やったね。頑張って書いたね。桜井の思いを。聞く方も大変なんやけどこれ。いやいや、ハノンらしいね、思いがいっぱい詰まった。まだまだね、こんぐらいで足りない思いでしょうけど、ね、ありがとう。はい、それでは、ゆうき様。大好きなさくらちゃんへ。さくらちゃん、卒業おめでとうございます。いつもたくさん優しくしてくれて、ダメよ、やばい、私も泣いちゃう。なんかさ、メンバーのさ、手紙もらってからさ、てんてんてんってさ、どんどんさ、なんか泣きそうなメーターがさ、上がっていってさ、涙腺メーターが上がってますよ。私の中ですごく憧れで、アイドリームに入る時も、私もさくらちゃんみたいに可愛くてダンスが上手くてみんなを幸せにできるようなアイドルになりたいと思いました。これからは今までみたいに毎週会えないのが寂しいけど、さくらちゃんの将来に向けて頑張ってください。大好きです。ありがとう。頑張った。一番泣く人や。でもさ、出る前にさ、いや私今日絶対泣かんけ、今日私泣きませんよって言っちゃったけどね。最高の前振りをありがとうございます。
はい、それではゆうこお願いします。さくらちゃんへ、卒業は悲しいけど卒業おめでとうございます。私がアイドルイムに入ってばかりで面接の時とか、さくらちゃんがすごく優しくしてくれて不安だったこととかを楽しみにしてくれてありがとうございます。ファンの方やメンバーみんなに優しいさくらちゃんがとてもとても大好きです。いろんな話や相談みたいなことも聞いてもらったりと、すごくさくらちゃんには感謝してます。卒業しても一緒にお出かけしたりアイドルのライブ見に行ったりしたいです。さくらちゃんは可愛くてダンスも上手で、お客さんも笑顔にでき、みんなを幸せにできる私がとても尊敬して憧れています。本当に本当に大好きです。さくらちゃんと一緒に活動できなくなることはすごく寂しいけれど、これからのさくらちゃんのことをとてもとても応援しています。さくらちゃんからアドバイスしてもらった MC とかダンスのこととかをこれからは頑張っていきます。アイドリームに入ってなかったらさくらちゃんと出会えてなかったと思うとすごく寂しいです。本当に出会えて幸せでした。本当に出会えてよかったです。約2年くらいお世話になりました。卒業しても仲良くしてください。もちろんありがとう。本当にはい、ありがとう、ゆうこ。じゃあ、最後、ね、携帯ですいません、エアドローか、手紙に書くなら、手紙にも書き、オッケー、お願いします。なんか、ごめんなさい、自分一番文章力ないけど、はい、できますね。はい、お願いします。さくらちゃん、あ、やばい、どうした、何、どうした、カバーした曲を2人で踊ったり、まだ変化が起
覚えてなくて、2人でアイドルの曲を踊ってたらこのままずっと続いたらいいなってすごく思いました。心に住んでなって、いや卒業だって改めて思い悲しみにくれました。そしてさくらちゃんがお亡くなったアイドルは半しかないと思うけど、はてなちゃんを加えた今のメンバーでさくらちゃん分をカバーできるぐらいまで一致団結して頑張っていくけん、安心して卒業してください。今まで本当にありがとう。よしみの姫はいつでも飲んでください。まだまだ言いたいことたくさんあるけど、頭ぶっ飛んで言いたいことを書きたくなりましたなのでここら辺で終わりたいと思います。大好きだよさくらちゃん。ありがとう。はい、ありがとうございますね。やっぱまゆとね、さくらがいてくれたから。ゆうこさんも泣いとる。あれ、あのゆうこが泣いとる。サイコパスゆうこが泣いとる。人の心を持っとったあのね、本当にあの僕は思います。まゆとさくらがいなかったら多分このアイドリームはもうなかったと思ってますので、本当に2人には感謝しております。そうじゃなかったそしてね、ご家族からもお手紙をいただいておりますので読ませていただきます。まずはパパからいただいておりますよ。いつもね、あの送迎とかしてくれたりとかね、本当毎回ありがとうございました。じゃあお父さんからのお手紙を読みたいと思います。いきます。さくら、卒業おめでとう。誰ですかねこれで行かせて。これ約束したよパパと。さくら卒業おめでとう。やだ、2年半よく頑張ったね。楽しそうにパフォーマンスしているさくらを見るのがパパの楽しみでした。イベントで活躍する姿は本当にかっこよかったです。本当に自慢の娘です。普通に読むね、ごめん。普通にお願いします。イベントで活躍する姿は本当にかっこよかったです。本当に自慢の娘です。毎週集合場所へ車で送ることがなくなると思うと寂しくなります。本音はもっとアイドル活動を続けてほしかったです。しかし桜がいろいろと悩んで決めたことなので止めることはできません。勉強が忙しくなってくるので会話をする時間が減ってしまうかもしれないけど、何かあった時はいつでも頼ってください。優しくて誰にでも思いやりを持って接することができるのが桜の長所です。そんな自分に自信を持って高校生活も頑張ってください。いつまでも応援しています。イケメンのパパよりとね。ありがとうございます、お父さん、ね、あのね、さくらのお父さん本当にすごく、最初ね、あのレッスン見に見学の時もお父さんと一緒に来てくれたし、なんかさくらがあれだ、結構前なんだけど、さくらがすごくこう活動に関して悩んでた時にお父さんから電話をいただいたことがあって、さくらがすごい今なんか悩んでるのでなんかこう励ましてもらえませんかみたいな電話もらって、確かその時まゆもね、まゆにも言ってまゆも電話かけてくれたりして、そんなのね、いやそんな感じでさくらが知らないところですごい家族の方もね支えてくださってたので、はい、そして次はお母さんから。お兄ちゃんから来てる。お兄ちゃん、いきます。お兄ちゃんね、さくらへ。さくらはお兄ちゃんの自慢の妹です。アイドリームは自分が高校生の頃から知っていたので、さくらがこんなに活躍してくれて嬉しいけれど卒業は寂しいです。家では気が強くて怖いけど小さい頃よく一緒にゲームをして遊んだね。これからも可愛い妹でいてくださいね。お兄ちゃんよりと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうお兄ちゃん。そして、お母さんからね、いただいております。さくらへ。アイドルは楽しいことばかりではなく涙を流した日もあったね。でもファンの方に支えられてここまで頑張ってこれました。夜中にダンスの練習をしたりメイクの練習をしたりダイエットをして日々努力していたことはお母さんは知っているよ。
さくらの笑顔で輝いたステージを見られなくなるのは寂しいけれど、アイドルで学んだ社会経験をこれからの人生に役立てて頑張ってね、お母さんよりといただいております。ありがとうございます。ミサコとミーからはないみたいですからね、家帰って聞いてください。いやでも本当ね、ご家族の方の協力がないとこういう活動はできないですから、本当にお父さんとお母さん、そしてお兄ちゃんね、関係者の方には本当に感謝してもしきれないんですけども、毎年アイドル浴衣着てますけども、あの時さくらのお母さんがいつも着付けしてくれてたんで、来年からどうする？俺覚えるけ。いや俺着せちゃう。多分まだそういうなんかね、嫌と思う。いや、嫌と思う。はい、ということでね、はい、はい、ありがとうね。はい、そしてアイドリームからさくらに記念品がありますので、眉を代表して渡してもらえますか。はい、どうせならちょっとみんなこっちに並ばって。なんていうの、南北さくらちゃん、ご卒業改めておめでとうございます。ありがとうございます。これからもいつでも、本当にいつでもレッスンでも、いつでもなんかイベントごととかご飯食べたりとかあったらいつでも来てください。なんて見事渡したらいい。ありがとう。ありがとう。本当にこちらこそありがとうです。なんか俺忘れてないけど大丈夫かね。だから俺いつもすぐ忘れてないけど大丈夫ですか。かな。じゃあさくらから一言。あ、そう、ね、手紙をね書いてきたんですよ。ちょっと手紙を置いてきたので取ってきます。すいません。はい、ああちょっと待って。何を取りに行くんですか。あ、いいよ。手紙。あ、自分たちが取ってくる。あのね、机の。さくらちゃんやっぱり取りってちょっとわからんっぽい。今日さくらのお兄ちゃん見た？見た。触れていい。鬼滅の刃のコスプレ撮った。かっこよかった。俺大好き。それにさっき座ってたんですよ。みんな注目するんじゃない。注目するんじゃない。ステージ見なさい。ステージ見てこっちだよ。さくらはこっちだよ。じゃあはい、さくらからですね、はい、お手紙、ファンの方に感謝のお手紙ですね。めちゃくちゃ長いんですよ。おお、いいよ。本当に長いので、多分立ってるのきついと思うんで、もう座っていただいた方が多分いいと思います。これ6枚分書いてきたんで。おお、すごいな。俺どうすればいい？お願いします。改めて私の卒業ライブに来てくださって本当にありがとうございました。この手紙は私が皆さんに感謝を伝えたくて書きました。とても長いので覚悟して聞いてください。まずはメンバーから一人ずつ、リンカちゃん。はい。あまり長い間活動できたとは言えないけど、少しでもこの数ヶ月間一緒にステージに立つことができてよかったです。卒業ライブに向けての練習の時は厳しく言ってきたりしたけど、言われたことはちゃんとやって、ダンスも覚えるのが早くなっていて成長を感じびっくりしました。リンカちゃんは自ら進んで荷物を持ってくれたり扉を持ってくれたりと、とても気遣いができ謙虚で優しくて表情豊かな子です。もっと内に秘めてるものを爆発できるようにこれからのアイドルの活動頑張ってね。次はハノンちゃん。はい。いつも会うたびにさくらちゃん今日も可愛いですねと言ってくれて、ハノンちゃんがデビューした時からずっと私のオタクでしたね。一緒に活動しているメンバーなのか、それともメンバーに紛れたファンなのか、すごい怪しかったけど、ハノンちゃんのおかげでいつも笑顔になりました。
ろんなところにも遊びに行けて楽しかったです。また時間があれば遊びに行こうね。いつまでも天真爛漫で、そして私の射程としてこれからも私のことを守ってください。了解しました。次はひよりちゃん。ひよりちゃんはよく笑い、笑顔がとても可愛い子で、目が合うといつもニコってしてくれて私の癒しでした。ステージに立つたびに成長していって、どんどんダンスも上手になっていき、私の心の中で驚きと焦りがすごかったです。でもその分見えないところでたくさん研究し、たくさん練習しているんだと思います。アイドル活動と勉強の両立はすごく大変だと思うけど、無理はせずに頑張ってください。はい、受験が終わったらイコラブやのえみのライブに行こうね。はい、また会えた時はいつもの可愛い笑顔を見せてください。はい、次はゆうこちゃん。はい、アイドル活動と学業の両立はすごく難しいと思います。なおさら11月は大変な時期と言ってたから、いろいろ覚えないといけないことが多かった中、本当によく頑張ってくれました。受験が終わったら一緒にショッピングに行ったり、ゾックのライブに行ったりしようね。受験頑張ってください。ゆうこちゃんはメンバー一ギャップがある子だと思っています。可愛らしい見た目とおとなしそうな性格とは裏腹に、実はサイコパスなところがあったりと、ある意味アイドリーの中で一番すごい子です。これからもっとアイドリーをかき乱してください。次はまゆちゃん。はい、まゆちゃんとはこのメンバーの中で一番長い付き合いになるね。レッスン期間も入れて約3年間、楽しいことや困難なことたくさんあったね。一気にメンバーがいなくなったり、もしかすると2人で活動するかもしれないという危機的状況になりかけたりと、本当にいろいろあったね。でもそれ以上にたくさんの楽しい思い出があったね。2人でいろんなユニット曲をやったり、たくさん素敵な写真を撮ってくれたり、いろんなところに行ったり、まゆちゃんのゲームの話や推しの話、何気ない話などが本当に楽しかったです。今までまゆちゃんにはたくさん迷惑をかけ、たくさんお世話になって、たくさん助けられてきました。アイドリーのムードメーカーで、まゆちゃんがいるだけでその場の雰囲気が楽しくなります。これからは毎週のようにまゆちゃんに会えなくなるのが寂しくなるけど、会った時はいつものように話を聞かせてください。次は堀川さん。あ、はい、ありがとうございます。僕にまで、あ、どうもすいません。当時どこにでもいる平凡な中学2年生だった私をアイドリームに入れてくださって本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そして卒業ライブのためにいろいろと準備をしてくれたりと、本当にありがとうございました。いつも私の話を聞いてくれたり、相談を乗ってくれたり、堀川さんにはたくさん迷惑をかけてきました。たくさん助けられてきました。たくさんお世話になりました。私はこのアイドリームという素敵なグループに入ることができて、人生において最高の自慢です。今まで本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。次にお父さんお母さんへ。これまでアイドル活動を続けさせてくれてありがとうございました。私が活動することで何度も喧嘩したし、何度も文句を言われたりもしたけど、なんだかんだ言って応援してくれてありがとうございました。お父さんはいつも毎週車で送ってくれてありがとうございます。 YouTube で初めて祈りを披露した時のライブ映像を見てくれた時、さくらが一番表現力がすごかったよって言われ、普段あまり褒めないのにこの時は褒めてくれて、今でも心に残っています。お母さんは一番言い争いをしたし、何度も八つ当たりをしてきました。それでもたくさん話を聞いてくれたり、いつでも私の味方でいてくれましたね。今着ているドレスを私の体型に合わせて調節してくれたり、卒業ライブに向けていろいろ準備してくれて、私一人だけでは到底できなかったことを手伝ってくれたりと、本当にありがとうございました。二人にとって私はとても誇れる娘とは言い切れないと思います。これからもたくさん迷惑をかけます。せめて自立するまでは面倒を見てください。よろしくお願いします。そして最後に大切なファンの皆さんへ。約2年8ヶ月本当にありがとうございました。このアイドル活動をしてきた期間が本当にあっという間でした。何もできなかった私がアイドルになり、毎週ステージに立つことができてすごく充実した楽しい日々でした。最初は笑顔もなく、歌もダンスも下手、おまけに何も喋れることができず、物販に来てくれた方をいつも困らし、お世辞にもアイドルとは言えませんでした。自分がキラキラしたアイドルになれるのかなと不安だったけど、皆さんが支えてくれたおかげでこんなに成長することができました。
私は16年間生きてきた人生の中で一番頑張ってきたことは何と聞かれると、自信を持ってアイドル活動と言えるぐらいアイドルを頑張ってきました。特に最後の1年間は誰よりも本気で頑張ってきたつもりです。この卒業ライブの日までアイドル活動を頑張ってきて本当に良かったなと思いました。出会ってくれた皆さん、たくさんの思い出をありがとうございました。今日まで自分の最大限の力を出すことができました。もう悔いはありません。アイドリームのメンバーとして過ごせた2年8ヶ月は絶対に忘れません。今まで小立さくらのことを応援してくださった皆様、そして今日お越しくださった皆様、本当にありがとうございました。素晴らしい言葉をありがとうございました。長文を聞いてくださって本当にありがとうございました。いやいや、ね、ありがとうね、本当。みんな泣いてたね。泣いてないですよ。全然泣いてないですけど。1ミリも泣いてないですよ。一番うるる来とったね、はい、ということで、はい、いいかな、いいね。じゃあ最後ですよ、さくらちゃん、はい、本当にアイドリームとして人の前で、ね、ファンの方の前でダンス見てもらうのは最後です。アイドルとして見てもらうのは最後ですので、全力で桜の集大成を見せてください、はい、よろしくお願いします、はい。まずライブ、あ、曲始める前にちょっと靴を変えてきます。あ、すいません、ちょっと待って。はい、動くな。はい、よし、ストッケン。まだみんなは桜の姿が見たいそうだ。そう、そう、ここで止まれた。写真タイムしなくていいですか？ OK、 どう？写真タイムなんてないよ。あ、撮影、そう、そう、撮影さ、そう、どうぞ。あるっぽい、ごめん。どうぞ、撮影してください、さくらのドレス姿。いいよ、まくる、はい。あのね、撮影席じゃない方もぜひぜひ、せっかくなんでドレス姿スマホに収めて、運気アップの待ち受け画面にしてください。パシャパシャ、パシャパシャ、パシャパシャパシャ、パシャパシャ、パシャパシャ。僕も一緒に横立ちましょうか。どけ、これどけ、これどけ、これどけ。いらないか。最後さ、写真撮影忘れるって言うてね、言うてね。私涙でほっぺたとか顔がもうベタベタなんですよ。わかる、めっちゃ泣いた。ここがやばい。いいじゃないですか、笑いあり涙ありのね。いやもうかわいい、さくらちゃん、本当に、口に違和感か。口？こない。さくらドレスのまま踊るね。靴だけ履き替えるとね。すごいね。来て帰ってくるまでに水飲めるか。飲めるよ。飲んどき。水分補給は大事ですよ。皆さんも水分補給とか、ね。9秒で入る。私も。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいねちゃん。俺一人？僕書いてないです。書いてない。本当でもさっきほらさくらの手紙であったけどさ、はい、ハノンは本当さくらの射程として大活躍やったね、本当。すごかったね。もうまずさくらが車を使う。さくらちゃん今日も可愛いですから始まって。それがカメラ構えて待っとった気がする。うん。しさ、さくらが例えばこう櫛とか取り出したらさ、パッとさ鏡を出してどうぞ使ってくださいとかさ。いやもうすごい、
あなたのこの射程度はすごいわ。立派な射程。うん。おかえり。さあ、もうね、僕は2時間のライブを、2時間ワンパッケージを理想としてますので。今どんぐらい経ちました？もう2時間経っちゃったので。経っちゃったんですか？どうしてもね、卒業しても大丈夫か大丈夫か、ね、眉9秒で戻ってくると一番長いやん。いや、今さくらちゃんのやつしてあげてました。可愛いよね、さくらちゃん。ほんとでもね、ほんとね、一時期アイドリはメンバーがボコボコと減っちゃって二、人でやるかみたいな時あったんよ、ほんとに。さくらと眉たらちょうど優子がね、応募してきてくれて入ってくれて、なんとかこう3人の時期あったよね。3人は優子経験あるよね。3人時代はないんかね。ないですね。ないか。4人か。3人時代がねちょっとあったと思う。うん、でだけどもう本当ね、真由と桜がすごいこう支えてくれてね。2人でやるならなんかね、こうピンクレディとかやろうぜとか言ったんやけどね。UFO だよ。ね、幻でしたけども。はい、よし、じゃあ最後さくら、頑張って盛り上げてくれ。はい。はい、皆さんもう本当にこれがラストの3曲でございます。皆さん、盛り上がれる準備はできてますか？もっともっと盛り上がっていきますか？それでは残り3曲聴いてください。初めてのことが悲しい、どんなに思ってるの。
Bye.
どうでしたか、さくらさん。燃え尽きた？燃え尽きました。よかった。お疲れ様でした。あ、ちょっとさ、ここで1個俺、さくらにお願いがあるんですけど。はい、お願い。アイガリム卒業するじゃないですか。はい。まあ、泣いてますよ。さ、まあ、眉はね、しっかりしてるけど、ちょっと他頼りないので、あのよかったら、アイドリームのコーチとして、はい、空いてる時間でいいので、ダンスとか教えに来てもらってもいいかな？いいと思う。ということで、ね、まあ、メンバーとしては卒業しちゃいますけども、これからね、もう今までの優しいさくらちゃんじゃないよ、コーチですからね、あのダンスパフォーマンスから、ね、見せ方とかいろいろ忙しいと思うんで、多分ね月1とか2ヶ月に1回になると思うんですけども、メンバーの指導してもらってね、さくらの遺伝子というかアイドル DNA をこの子たちから受け継いでいって、もしかしたら新しくデビューする子がいたら、その子もね、桜が育ててきた子もいるかもしれませんので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。アイドリーム裏側で支えます。裏から支えてくれる。たまにあの遊び来てね、遊び行きます。周年とかもね、ただみんなこれ来てくれ、もしかしたら今日桜ちゃん出るかもしれない、ちょっと毎回来てくれたらね、これだけの人もね、ありがたい。はい、じゃあ締めましょうかね。はい、じゃあ桜最後に一言。もう本当、もう何回も言いますが、今日来てくださって本当にありがとうございました。こんなたくさんの方から卒業を見送ってくださって本当に私は幸せです。今まで約2年8ヶ月応援してくださって本当にありがとうございました。めっちゃ忘れとった、今もうめっちゃ焦った。今なんか、忘れとったみたいな感じで出てて、何しに行ったよ。危なかった。いつものアイドル卒業の時の恒例の卒業証書授与式をしたいと思います。はい、ちょっと卒業式の歌ってどんなんかが、デンツゲン。あ、下手くそ。毎回下手くそ。はい、卒業証書、アイドリーム白色担当小立さくら殿、あなたはアイドリームのメンバーとして約2年9ヶ月にわたってその役目を務め上げ、ファンの皆さんにしっかりと愛と夢を届けてくれました。加入当初は素朴な女子中学生だったあなた、小さな体からは想像もできないほどの努力と根性で自分を常に高め続け、要望もパフォーマンスも、そして内面に至るまで立派な最高のアイドルとして成長してくれました。どんな時でも見る人を魅了するダンス、そして可愛い笑顔からキラリとこぼれるキュートな刃、僕らはこれからも決して忘れることはないでしょう。長い間本当に本当にありがとう。本日アイドリームとしての全過程を終え、卒業したことをここに称します。令和2年11月28日、アイドリームファン、メンバー、運営一同。
無名忘れよったはい、あ、写真ナイスもうね、もうだいぶやっぱ年やね、俺もね、このポンが来る前までは覚えとったポンが来て忘れたポンとかもそこで忘れたちょうど、はい、じゃあ写真撮りましょう、皆さんね、さくらちゃんは、はい、皆さんからもらった花束を持って多分、前の辺に来れるなら、スカーンどっかやって前の辺で前に行ける人はそのまま行ける人は前に詰める諸事情により映れませんって人は画面見せてください大丈夫で、ちょあなたの時なくて桜をここに座らせてお前らなんて横の時すいません私を誘うってことはダメやろすいませんはい、いきますねはい、1枚目撮りますはい、チーズはい、2枚目いきますね撮りますはい、チーズそれでは最後いきますたす1は5バカがいましたねここにすいませんもう一回振るんかねそういうのね撮りますはいチーズはいありがとうございましたありがとうございますありがとうございますよかった忘れんで、ね、よかっ た, かった完全に忘れてたはいそれではね桜最後に締めてくださいはいじゃあ締めの言葉いきたいと思います皆さん今までで一番大きい声でイエーイって言ってくださいいきます今日も皆さんに愛と夢を届けられましたかイエーイありがとうございますこれからも皆さんに愛と夢を届けられるように頑張ります以上アイドリームでしたありがとうございましたはい、じゃあですね、いいね、最後みんな笑顔だよいやいや、素晴らしかったよ、本当にいい、ね、今日、ツイッターに書いててくださいねもうアイドル史上最高の卒業ライブだったっていうのを、ね、書いてってください書きまくってください、はい、で、この後、物販ありますので、はい、で、入場の際にですね、整理券をお渡ししたと思うんです番号を振ってある、はい、もらってないって方いらっしゃいますもらってないですか渡しますね、本当にね番号順に呼びます5名様ずつ 1番から5番の方並んでくださいというさくらの物販列だけそうやって番号で行きますのででもう一回さくらをループしたい方はさくら列のところに置いてますんで整理番号その後自分の物販の時間が終わったら取ってまた後ろに並んでいただければと思いますそれではよろしくお願いしますちょっと一旦換気も兼ねてね6時ぐらいから物販かな5時40分なんで20分ぐらいちょっと準備と換気も兼ねてね、はい、したいと思いますのでよろしくお願いしますありがとうございました、はい、あのフラスタすごくないってさ触れたかったのに誰も触れんけさちょっと触れてあフラスタねあれねすごいよねあれそれだよそうめっちゃセンス弱いと思ってあっこでねぜひチェキとかね撮っていただければと思いますはいあすみません今日さくらちょっと最後なんで1分とさせていただきますこういう時間はですね1分です、はい、短いですけども1分で思いの丈をいろいろ伝えてくださいよろしくお願いしますお願いしますはいお願いしますはい今集めてます